宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。9月7日の3問に入っていきます。A と B は C に対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。 C から A に対して1000万円の請求があっても A は500万円を支払えばよい、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。連帯債務は債務の全部を各連帯債務者がそれぞれ負ってます。負担部分っていうのはあくまでも連帯債務者間の話なんですね。債権者 C には関係ない話なんですよ。つまり連帯債務者 A は債権者 C に対して、1000万円請求されたのであれば1000万円を支払う義務があります。この負担部分っていうのは、注意が必要ですね。連帯保証と連帯債務ではこの負担部分に関する内容が少し違うんですね。この点はよく出題される部分なんで学習しておきましょう。個別指導の受講者様は受講者専用のメルマガで詳しく解説しておりますので、そちらの方でご確認いただければと思います。こういった部分、混乱しやすい部分なんで、理解できていない方は調べて理解していただければと思います。で、問い2です。法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられている者がいる場合、当該法人は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる、丸か×かという問題です。これ答え×ですね。役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても免許の欠格には当たらないんですね。つまり5年を待たずに免許を受けることができます。役員とか支店長などの政令使用人、政令で定める使用人が宅建業法違反だったりとか暴力行為、これによって罰金刑に処せられた場合っていうのは免許の欠格に該当するんですね。したがってその法人も刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができないです。しかし今回っていうのは宅建業法違反とか暴力行為ではなくて私文書偽造が原因の罰金刑ですよね。なので欠格には当たらないから5年を待たずに免許を受けることができる、よって罰になるということになります。で、これ間違いやすい部分なんで、個別指導では動画を使って解説します。動画を使って、細かく解説するってことですね。なので、受講者様は、受講者専用のメールマガからご確認ください。で、問い3です。宅地造成工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため、10万平米の土地について、切り戸または盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。答えは、許可は不要なので丸ですね。宅地造成等規制法でいうこの宅地というのは、農地、再造放牧地、森林、公園、道路、河川、その他政令で定める公共用の施設に供されている土地以外の土地が宅地なんですね。で、今回農地っていうのは宅地ではないんですよ。農地は宅地ではないですよね。そして今回果樹園っていうのは農地にあたるわけです。つまり果樹園は宅地ではないと。いうことになります。したがって果樹園用地の切り戸や盛り戸っていうのは宅地造成工事の許可はいらないんですね。あくまでも宅地造成の工事の許可が必要な場合っていうのは宅地において行う工事だったり宅地にする工事なんですよね。今回宅地ではありませんので許可は不要だということです。ここ数日宅地造成等規制法でいう、宅地の定義についての問題を出題してきました。解けない方は復習してください。重要なポイントです。また個別指導の受講者については試験で引っかかりやすい注意点もお伝えしております。そして現状あなた自身、こんな悩みありませんでしょうか。過去問では40点以上取れる、8割以上取れる、でも模試では30点も取れない、こういったことで悩んでいないでしょうか。この悩みの原因について解説させていただきたいと思います。まず前提として過去問が40点取れるから実力があるっていうわけではないんですね。過去問っていうのはもう何回も復習してるわけです。なので結果的に問題文も覚えちゃったりとか解説も覚えちゃったり回答を覚えちゃったりするので40点以上取れるっていうのは当然の話なんですよ。だから点数だけで理解できているかどうかっていうのは判断できないんですね。
じゃあどこで判断するかっていうと、そもそも日頃の勉強で理解学習をできているかっていうところです。理解学習がちゃんとできていたら過去問も点数取れますし、また模試の方でも点数取れます。なので模試で点数取れないっていうのであれば、おそらく原因として考えられるのは理解学習ができていないってことです。過去問40点以上取れているってことは問題をそれなりに解いてると思うんですよ。例えば過去問10年以上勉強していて、それで40点以上取っている、まあそういった方が多いと思うんですよね。ただ一方で理解学習ができていないって方がもう非常に多いんですね。で、今回ちょっと理解学習についてちょっと細かく、お話しさせていただきたいと思います。まず理解学習っていうのは大きく分けて、まあ、2つあるんですね。細かく分けたら3つですけれども、1、2、3と3つあるんですけれども、まあ、2つに分けていただければいいと思います。1つ目が問題文、質問内容、これをちゃんと理解すること。これ理解していないとボンミスだったりとか引っ掛け問題に引っかかっちゃいます。だから実力があったとしても、それが原因で失点してしまえばその分点数下がっちゃいますよね。だから点数取れないっていう場合があります。で、もう一つが解説を理解していないっていう点です。で、ちょっと一つ目については個別指導の内容になりますので、ちょっと細かくはお伝えできないんですけども、解説の理解について細かくちょっとお話しさせていただきたいと思います。この丸2についてはあんた自身が勉強時間を作っていただければ、自分でもできる内容なので、こっちを中心にお話しさせていただきます。まず解説の理解なんですけども、第一ステップとして切り分けをしなきゃいけないんですね。何を切り分けるかっていうと、理解しなければいけない問題なのか、丸暗記でいい問題なのか、これを切り分けるんですね。丸暗記でいい部分についてはこれ丸暗記でいいんですよ。例えば語呂合わせを作って語呂合わせを覚えたりとかすればいいです。一方で理解すべき部分についてはちゃんと理解しなきゃいけないんですよね。で、この切り分けの仕方なんですけども、一概にこうやってやりましょうっていうのは言えないんですね。というのも、一問一問異なるからなんですよ。これは過去問を何年もやっていただいて、分析していただいて、あ、これは理解していないと解けない問題なんだなっていうのを見極めていただかなきゃいけないんですね。なので、第一段階としては切り分けをするために、まあ、分析をしていくってことなんですよ。で、分析をした上で、あ、これは理解しないといけないな、これ丸暗記でいいなっていうのが分かった上で、じゃあ理解すべきものは、じゃあどれくらい理解しなきゃいけないんだろう、どれくらいの深さまで理解しなきゃいけないんだろうっていう点と、また何を理解しなきゃいけないのか、この2つを考えなきゃいけないんですね。で、一つの基準としては、丸暗記で覚えた部分について使おうと思っても使えない、こういった時はちゃんと理解した方がいいです。丸暗記をそのまま使って、あ、これ解けるっていう問題はその丸暗記の内容でいいんですけども、丸暗記したけれどもそれ使ってあれ使えないなって言った時はちゃんと理解した方がいいので、まあ、そういったものを理解すべき対象としていくのがいいと思います。で、理解すべき内容、つまり理解すべきところとどれくらいの深さまで理解しなきゃいけないのかっていうのが分かった上で、次は調べるっていう話になってきます。で、調べるについては宅建の教材で調べても載ってないんですよ、その理解しなければいけない部分まで。だから自分自身で、例えば専門書だったりとか専門のサイトだったりとかで調べていくのがいいです。宅建の教材、宅建のサイトには載ってません。なので専門書だったりとか専門のホームページ、例えば権利関係だったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だと建設業者とか都道府県とか、国土交通省のサイト、税金関係だったら国税庁とか税理士さんのサイト、そういったところで調べながら勉強を進めていくと、この解説の理解ができるようになってきます。ただ試験までそんなに長い期間はありませんので、その中で自分自身で時間を作ってそこまでやるのは難しい、まあ、そういった方もいると思います。そういった方については今販売している弊社の予想模試があります。弊社の予想模試ではこの切り分けだったりとか調べるって、これやらなくても解説の中に載っているんですね。また問題文の理解が必要な内容についてはそれについても載せております。なので弊社の予想模試をやっていただくだけで理解学習が必然とできるっていうことなんですね。勉強したら勉強した分だけ実力を上げたいという方はぜひ弊社の予想模試ご利用いただければと思います。弊社の予想模試は15日あれば復習まで3回分行っていただけますので、まだ実力を上げることは可能なので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。そして予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。